まなみ、新しいお母さんだよ。よろしくね。私が小学校3年の時、父は再婚した。父と二人の生活に慣れていたから他人が入ってくる違和感はあったものの、まなみちゃんのママは一人だけだから私のことはみちこさんでいいわよ。そう言ってくれたのもあって、すんなりと受け入れることができた。最初の頃は楽しかったような記憶もある。まなみちゃん、おいで。これあげる。魔法の鍵のペンダント、かわいい。ところが、時間が経つにつれ意地悪こそなかったが、思い描くお母さんとはだいぶ違い。まなみちゃん、お皿を洗って。お洗濯物を畳みましょう。そろそろ料理を覚えましょうか。家事手伝いをさせられることが圧倒的に多くなってきた。泣いても怒っても強制的にさせられる。それっていじめじゃん。そうなのかな。6年生になると家事のほとんどは私の仕事。みちこさんの帰宅が遅い日もたびたびあった。ただいま。あら、おいしそう。まなみは料理上手になったもんだ。洗濯物は終わってるの？父は注意するどころか気にも留めていない。なんか私お手伝いさんみたい。中学になると同時に私はみちこさんと徐々に距離を置き始めた。父が出張で家を空けているときは、洗濯も夕食も自分の分だけ作ったし、三人でご飯を食べても、みちこさんの食器は洗わない。怒るかと思ったが、ママ母は無反応だった。結果私とママ母の関係は、同じ家に住みながらも空気のような存在になっていたのだ。ところがこの関係は、突然終わりを迎える。中学2年の終わりに、ママ母が病に倒れ、残念ですが。正直、何も感じなかった。父さん、ご飯できたよ。洗濯物乾いたからね。学校行くね。私の生活にママ母は必要なかったから、いなくなっても実感がなかったし、食器すら買い足さない人だったため、ママ母を連想させるものもなかったからだ。でも生活していた以上荷物はあるわけで。困ったなぁ。どうしたの？整理をしたいんだけど、タンスが開かなくてな。鍵付きの引き出しか。魔法の鍵、あげる。もしかして、これって。引き出しに詰まっていたのは、作りかけの子供用ドレスだった。言葉が出ない私に、父がぽつりぽつりと話してくれる。再婚してすぐにママ母のがんが発覚したこと。あの子に2回も母親を失わせてはダメ。私がいなくなっても大丈夫なように育てなくちゃ。早くに母親を亡くしたことで甘やかされ、人一倍わがままだった私。ママ母はきっと私の将来を心配してくれたんだろう。私は母親じゃなくて、面倒くさいおばさんくらいでいいのよ。父も親戚もできなかった悪役を買って出てくれたのだ。手伝いを強制することで生活力をつけさせ、自分から距離を取らせるためにお出かけと称して病院に通い、遅くに帰宅する。美智子さんにしてやられたな。タンスに隠されていたのは、そんなママ母が癌になる前、私のお母さんになろうとしていた頃の名残だった。魔法のドレスに憧れていた私を喜ばせようとしたのだろう。私の将来のために封印したママ母の夢が引き出しには溢れていた。ママ母がいなくなって私は初めて泣いた。こんな愛情の注ぎ方を選んだ美智子さんを思ったら涙が止まらなかった。今、私は医者になるために大学へ通っている。私の人生を変えた美智子さんの魔法は最強だ。